ロボロを探すために一同がリビングに入ると、脱いだ服や食べかけのピザ、ゴミとそうでないものが一緒くたに散らばった床は足の踏み場もなかった。きたねーなー。ただしかしみんな、これこのゴミの中にロボロワンチャンおるぞこれ。あ、じゃあちょっと足も気をつけらんと。てか待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ピザのここないやん。おい、雑に行くな。久しぶりに食べたやんか、お前。ちょっと待って、ピザのここないやん。ほら、見てください。5000円やぞ。ここないやん。もうそのネタ分かる人おらへんで。そうやぞ、お前ら。全部昔のな。いや、ほんま、ロボロ君、なんで食べたの。続くんかい。ん ?GM。はい。ピザに対して、洞察とか振っていいですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。じゃあちょっと振りますね。無駄動作って草生えますよ。ピザにするんや。いやでもなんかあるかもしれない。いや新しいか古いかをちょっと知りたくてな。4失敗。さらばだ。はい。まあピザのここはないんやなって思って終わります。いやピザのここないから。うん、ここないな。あの三角形の頂点のあのとんがってる部分がなくなってる。美味しいなって。食べられたんやろ。食べたんやろなあいつはな。うん。決まった。食べられた。確かにピザのここやな。あー。いやー、でも、こんだけ部屋荒れてるのも不可思議なもん。ちょ、部屋をちょ調べる。いや、まず部屋整理しながら調べよう。荒らされたっていうよりは、待て待て待て、でも状態、いや、その、よくないんじゃん。荒らしてたとしたら、この状態保存して警察に連絡しなくて。あ、現状保存せなかったもんな。とりあえず、他の部屋にロボロがいるかどうか見た方がいいんじゃない。せやな、ここにおらんわ。うん、せやな。おらんな。なんぼ小さい言うてもありえへんやろ。いや、ほんまに。ではまあ、探す人は洞察お願いします。ピザに洞察するぜ。え、またどうぞ。3! あ、失敗やわ。諦めておく。みんなピザ調べてるから、ろくなことを調べてない。荒らされてるやつね。うん。部屋全体を動作しますよ。最初のゴール自分困りすぎてて臭いますよ。1! 成功。僕、小根島成功です。では、小根島は、食いかけのピザの近くにレシートを発見し、そのレシートの日付がつい最近のものであることに気づきました。俺ちょっと待って、ピザのここない思ってたレシートあるやん。いや日付がこれバリ最近のやつやん。ってことはこれちょっと前までいたってこと。そうなるな。受け取ってるもんな。せちょい前まで受け取ってたってことやろ。最近まで生活していた痕跡はあるのに、ロボの姿はどこにも見当たらない。最初こそふざけ半分だった一同も事態を真剣に受け止め始め、ロボロを探す手がかりがないかもう一度改めて部屋を調べることにした。ここで全員動作スロール。あ、はい、じゃあ俺から行きます。あ、6失敗。奇遇だな、俺も6だ。うん、ダイスロール。ヒロン3成功。ダイスロール2成功。うん、ダイスロール3成功。失敗した宇津小根島はどこからか得体の知れない声が聞こえ、恐怖心に駆られる状態です。しかしトントンゾムエーミールはその聞こえてくる声がロボロの声に似ていることに気づきました。なんかみんな声聞こえる。いや、やばい、なんか怖い怖いわ。でも怖いって言うけどこの声多分ロボロみたいな声やけど。なんかえ、マジで。うん、なんか大先生がいつもロボロの真似するような声あるやん。あんな声。お前ねえ。懐かしいなおい。懐かしいけど、かすかに聞こえてくるよね、確かに。下ネタやないか。いやもうだ、ちょっと失礼して。とりあえず、ちょっと声がする方を探してみるか。そうやね、ちょっとそうやな。声のする方。携帯とかかもしれんし。そうやな、あと足元気をつけながらな、万が一のこと考えてな。声が聞こえる方を見てみると、小根島のズボンの裾を引っ張っているロボロがそこにいた。しかし、そこにいたロボラ、なぜか全裸で。しかも、みんなの記憶よりはるかに小さく、リコちゃん人形ほどの大きさしかなかった。ロボロええこれ何お前どうしたやキモお前キモってロボロちょ待って、ロボロなんで全部抜いてる。おいどうしたん。おい、お前どうしてんこれ。しゃべれ。お前そこより気になるとこないんか。お前全裸より気になるとこあるやろ。お前相変わらずチンコでかいの。お前あれやん、一番最後に別れた時の学生ってより大きなってるもん。お前成長したな。
お前成長したな、お前。いや、待って待って待って、おかしいやろ。いや、ロボロ、ほんまにどうしてお前、こんなに、さすがにあのネタやとは言えよ、こんなにちっちゃくはなかったやんけ、お前。これどうやったん？ちょ、まあ、21センチくらい。違うんや。お前らを呼んだら、まさしくこのためなんや。はぁ、あ。え、どういうこと？おい、殺せますの？違う。いや、実はな、あの、数週間前から、実は体に異変が起きてやな。うん。なんか、どんどん体が縮んでいったんや。毎日毎日。いつも通りやん。いつもいや、あの、話進まへんから言っていいかな。まあ、で、え、うん、で、どうしたん？で、うん、で、なんでやろう思って、俺原因探ると、どうやら俺の先祖が一寸法師で、その鬼から受けた呪いのせいらしいね。病院で言われた、お前。え、言われた。病院で言われた、お前、それ。いや、違いますね。え、なんだお前、まずあの小さなって一番最初に行った病院でそれ言われた、お前。いや、これあのロボロゲに伝わる、代々伝わるね、おう、あの呪いっていうことで聞いてるから。それ興味深い。ちょっともうちょっと詳しく。ロボロさんさ、お前も俺と同じでまだ実況界に足、いるってことは分かるよな、これ撮るで。いや、あのごめん、あの後で映像を見てからでいいかな。いや、これ見てください、皆さん。待て、そんな人間いますよ。どうだ、全裸、あえて全裸やから。シンバ、全裸のロボロなんか、お前もう18禁通り越して、お前映ってるわけないやろ、お前チンコの部分で隠しとけばええやろ、これ。視聴率高いぞ、これ。いや、まあ、でもロボロさん、ちょっとその話もうちょっと詳しく聞けへんか。いや、そや、まあ体が小さなって思うてな、股の方も13センチと日本人の平均や。元のチンコの大きさ取り越したい。そうで、俺の父親もじいちゃんも同じ呪いで受けてたんやけど、あの粛清山トロツキジっていうところがあるんやけどな。もう一回言ってもらっていい？あれ、俺の知ってる日本にはそんな山なかったんけどな。トロツキジって何？あの粛清山トロツキジな。あ、トロツキジってのは寺、寺。お寺。あ、比叡山延暦寺的なノリね。はいはいはい。そう、聞いたことあるやろ。うちでの小槌って聞いたことあるやろ。あるわ。ああ、まあ、すっごい。そう、あれを使った怪獣法っていうのがあって、それでなんとか危機を脱してきたわけよ。ということは、あれか、あの、定期的に行かなあかん、もうなんか。定期的というか、まあ、そこでちゃんとこう呪いを払ってもらってな、こう、抑えなあかんかったんやけど。まあ、なんでもっと早めに行かんかったの？いや、あの、呪いを受けてからな、行かなあかんから。で、そう、同じ呪いを。それを知ったってことは、もちろん行ったわけじゃろ。そう、もちろん行ったんよ。あ、行ったんよ。そう、行ったんやけど、そこの粛清山トロツキジのその、そこのあの住職がやってくれるはずやったけど、なんか連絡が取れへんくて。連絡が取れへん。そうで、ずーっと連絡取れへんくて、このまんま呪いが進行してきて、のお札もあったと思うんやけど、あれは実は親がもらってたお札で、その呪いのね、効果をそう妨げるものやったみたいな。あーね。効果薄かったみたいね。マカか、お前。相当赤いけど。とりあえず、もうお前に人権はないからな。とりあえず、ロボロ君、君には、あの、ちょっと、深く事情聴取もう一個させてもらうけど、このお札を貼ったのは、大体、いつからぐらいなんですかね。子供の頃に親がもらってて、最近や呪いが始まってからや。ああ、要、呪いが始まってから貼り始めた。そう、ちょっとちっちゃくなってきて、これやばいな、思って。だから、まあ、住職とも連絡取れおらへんしてやな。ああ、なるほど、ほんとに。これはやばいわ。申し訳ないけど、お前、お札貼ってからの進行は遅くなったんかいな。ああ、それ。それで、まあ、あの、効果薄くて、ほぼほぼならんかったんよ。あ、だから、これはやばいと思って、130センチぐらいかな、目測で。なったぐらい、自分で寺に行こうとして。あ、思ってたんやけど、今朝起きたらこのサイズになって思ってて、あ、一気に、まあ、今朝の話なんやね。今朝の話ね、うん、そう、あ、これはあかんわと思って全員に今メール来たと思うけど、なんか怪しないか、どういうこと。お、いや、なんかこのにわかには信じがたいロボロのこのサイズ、不可解な部屋、意味不明の供述、うん、なんか怪しないか。まあ、あの、いろいろと怪しいことだらけやけど、これもうもはや。いや、ちょっと待って、怪しいことうんぬんの前に俺の状態が証明してるやろ、その怪しくない。なんでや、なんでや、助けてくれよ。いや、わかった。ちょっと、ね、お前そのサイズに首どこまで回るのか試して、グリ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 。やめろ言うてんねん、お前。どこまで回るの、お前。お、あれでも、いや、ちょっと待ってくれ、ロボロ。確かに大先生の言うこともちょっと一理あって、メール送ったんいつやねん、お前。ちっちゃくなったんだよ。
え、ちっちゃくなった後、そのサイズでどうやって俺らにメールを打ったんや、お前。お前、スマホがあるやろ。ダンスダンスレボリューションのノリで足でペタペタペタ跳ねたんや。でも確かにな、大先生の言ってることも一理あるんだよな。怪しいよね。じゃあその怪しいって思うとこ言ってもらったら、とりあえずちょっと俺が説明できる範囲ではしてもらさせてもらうから。いやまあ、まあでもとりあえずお前が困っとんだ表情からも分かるわってやろ、うん、もういつものおもろかしそんなまあええねんけど、まあええねんけど分かった。じゃあ俺らはどうしたらええんや。いやな、せっかくこうやってお前が助けてくれてこう全員集まったわけや、せっかく。うん、グルペンはこんかったけど、でどうしたらええねん。まあとりあえずな、自分でテラニー最速に行こうと思ったわけやから、いや行ってこいや。ちょっとテラニー行きたいんよ。でもこのサイズやったらちょっと、いや見てもらったら分かるけど、このサイズやったらまず行かれへんから。まあ家からも出られへんな。まあ確かに誰か連れてってくれへんか。